ね、適正化してスイングを自動化しようというポイントですね。20年ですね、全米プロで優勝したのがコリン・モリカワ選手。トップの時の手首の角度ってどうなるんですか。グリップの形によって人それぞれ違うから、ハンドファーストで打てなかったりとか、角のフェースターンで手に逆に引っかかったりとか、その形っていうのは人それぞれ違うよ。で、こんにちは、マイク・ガーシアです。今日はですね、左手首の形をですね適正化してスイングを自動化しようというポイントですね。ここをやっていきたいなというふうに思います。これをやっていくとですね、インパクトでボールに対してクラブヘッドのフェース面を合わせにいく動作が極めて少なくなって、スイングが安定していくようになりますので、ぜひですね最後まで見ていただければなというふうに思います。はい、なんでこれ取り上げるかっていうとですね、2020年のですね全米プロで優勝したのがコリン・モリカワ選手です。日系アメリカ人ということで、見た目もですねアジア人に見えてですね、すごく親近感が湧く選手なんですけれども、彼のスイングを見ていてですね、特徴的なところ、トップの位置でですね、このように手のひら側の方に曲がったトップをしてるんですね。これはですね、最近でいうと渋野日向子選手も同じようなですね傾向のトップをしていますね。最近ではなぜこういう選手が増えてきているかっていうと、最近のクラブは完成モーメントが大きいクラブになっているので、できるだけフェースの開閉が少ない方がクラブの性能を引き出せるよねっていうことで、まあこうすればそれほどクラブフェースが若干閉じる傾向にあるんで、まあそういうスイングが多くなってきている。他ではダスティン・ジョンソン選手とかもそうですよね。はい、まあそうなってきてる傾向があるんですけれども、まあこうするとですね、 YouTube とかをやっていてコメントとか質問をいただくんですけれども、トップの時の手首の角度ってどうなんですか。私もいろいろこうスイングのことをねやってるので、やっぱりそういう質問が多いんですよね。このトップの時の左手首の角度はですね、結論から申し上げると、グリップの形によって人それぞれ違うということです。ですから全員一番気をつけなきゃいけないのが、こうやってですね、トップの選手がですね、例えば渋野選手もダスティン・ジョンソン選手も、コリン・モリカワ選手もボールが飛びますから、じゃあこういうトップがいいのかっていうとですね、真似するとですね、ほぼほぼですねスイング改造がうまくいかないというふうに思います。これっていうのはご自身が持っているグリップとのマッチングで決まってくるので、トップの位置だけを真似するようなことをしてしまうと、やはり結果がついてこないということ、これをちょっとこれから説明していきたいと思います。はい、で、まず森川選手のからいきましょうか。森川選手はですね、トップの位置がこういうような状態なんですけれども、まずですねグリップが結構過度なウィークグリップです。はい、ウィークグリップっていうのはこの左手の甲が目標方向を向くグリップですね。左手の親指の位置がグリップのセンターにあるようなグリップですね。はい、こういうグリップをしているので、じゃあどういうインパクトになるかっていうと、ここから腰を回転させてハンドファーストの状態、ここから腰のターンをしてハンドファーストの状態になると、この時の左手首の形がトップの時の形とほぼイコールであるというふうに思っていいと思います。ですから森川選手はトップの位置でこの状態になるわけですよね。でここでインパクトの形ができていますから、ここから腰を体をターンして打っていくと、ではいろいろ操作しなくても使えないインパクトを迎えることができるということなんですよね。はい、私の場合ストロングでもなければウィーク、まあ大体中間ぐらいのニュートラルです。ですからダランと垂らしてニュートラルの状態に握ってこうですよね。で実際インパクトっていうのはこの垂直な状態では当てないですよね。この状態だとすくい打ちになってしまうんで、この状態からやはりハンドファーストになるとは思うんですけれども、ハンドファーストになると僕の場合は左手首の角度はほぼフラットまっすぐになります。ですから私のスイングを取るとですね、トップの位置ではこの左腕のラインとこの左手首の角度がほぼほぼまっすぐになっているというふうになると思います。森川選手と私ではトップの形が全然違うわけです。じゃあちょっと試しにやってみましょうか。私はニュートラルグリップなので構えます。でこの状態からトップの位置、大体私で言うとこのような形ですね。左手首がほぼまっすぐの状態、ここから手首の角度は何も意識せずに体のターンだけでボールを打ってみますね。この状態一回止めちゃいます。ここから
はい、そうするとこういう出玉っていうのはまっすぐボール出てきます。次にこのニュートラルな状態で森川選手とか渋野選手のようにこの小屈、左手首を小屈させてこのトップからボールに対してアタックしていきます。手は何も意識しないです。このまま打ちます。はい、かなり左に飛んでいきました。次はこのちょっと背屈した状態ですね、左手首の甲側に降りて、これは結構アマチュアの方に多い形ですね。自分の適正な角度よりも少し左手の甲側に入ってしまう。こうすると基本的にフェースの面が開きやすいのでスライスにつながる。ですからレッスン的には小屈しましょう、小屈しましょうという方向にアドバイスがなるんですけれども、ちょっとやってみたいと思いますね。はい、本来であればスクエアはこうですけれども、こういう状態で体の回転だけで打ちます。はい、何も合わせる動きがなければボールは右に飛びます。ですのでこの左手の甲が本来であればこれがもうインパクトの形なんですけれども、こういう状態で来るとフェースが開いてしまうので、スライスを防止するためにリリースを早くしてしまったりとかすると、やはりハンドファーストで打てなかったりとか、過度なフェースターンで今度逆に引っかかったりとか、結果が悪くなってしまうし、スイングの再現性っていう部分ではすごく悪くなってしまうんですよね。ですので、今日はですね、ここだけはしっかり覚えておいていただきたいんですけれども、トップの形っていうのはグリップの形によって違うよと、人それぞれ違うよと。でなおかつそのトップの形とインパクトっていうのはほぼほぼイコールであるというふうに、ここは覚えていただいて大丈夫だと思いますので、ぜひですね、まずは皆さんがですね、どういうグリップをしてどういうインパクトをしたいのか、腰をターンさせてハンドファーストに入った時に左手首の角度がどういう角度になっているのかっていうのをですね、見ていただいて、私はこのぐらいだなというのをですね、見てトップの形はこうなんだっていうふうに逆算というかですね、こういうインパクトがしたいからこういうトップを作る。このダウンスイングの 0. 何秒という短いこの時間で合わせるのっていうのはね、ほぼほぼ無理です。で練習をね、例えば1日 何百何千ってやっていけばこの合わせ技1本っていうのがですねできるかもしれないんですけれども、やっぱりこういうスイングだと18ホール、これだけショットをする中でやっぱり合う合わない、疲れてきたら合いにくくなるとかいう、このゴルフのプレーの波が大きくなってしまうので、できればこのマイケルゴルフ TV をご覧の皆さんはですね、スイングを自動化させていきたいと、はい、この練習をとにかくいっぱいやらないとまっすぐ飛ばないっていうスイングはからは卒業してもらいたいなというふうに思っておりますので、ぜひですねここのポイントですね、トップの時の左手首の角度っていうのをですね、少しこうイメージをして練習をしていただければなというふうに思います。はい、それでは今日はこのぐらいで終わりにしたいなというふうに思うんですけれども、皆さんにお願いがあります。ぜひですねコメントの方よろしくお願いいたします。このコメントが私の励みになりますので、最近はですねコメントがちょこちょこ入るようになってきたんですけれども、ぜひコメントの方いただければ嬉しいです。それからチャンネル登録、グッドボタンの方もですねお願いいたします。それではまた。